POG2023 注目にサイバーダノックス編。ダノックスは世代戦に強く、 POG 機関の活躍場を毎年のように輩出しています。また個人馬主のためクラブと比べて所有馬が少なく、指名馬選びがしやすいです。こうした理由からダノックスは POG で狙いやすい馬主といえます。これまでの主な活躍馬はダービー2着、皐月賞3着のダノンキングリー、朝日杯勝ち馬のダノンプレミアム、阪神ジュベナイルフィリーズ勝ち馬のダノンファンタジー、ホークフルステークス勝ち馬のダノンザキッドなどがいます。ダノックスの特徴は以下の通りです。ノーザンファーム、KI ファーム生産馬が好成績です。クラシック、マイルどちらの路線でも狙えますが、特にマイル戦で好成績です。中内田厩舎、ロードカナロア3区には特に注目が必要です。以上の特徴を踏まえ、今年度の注目2歳馬8頭を紹介いたします。1頭目はダノンエアズロック、父モーリス、母モシーン、母父ファストネットロック、三保堀厩舎所属、生産はノーザンファームです。重賞3勝馬プリモシーンの判定で1歳競り史上2位の 4.5 億円で取引されました。またモシーン産区は4勝馬1頭、3勝馬2頭と安定した成績を収めています。2頭目はダノンウィルヘルム、父レイデオロ、母ファイネストシティ、母父シティジップ、立東池江厩舎所属、生産はノーザンファームです。母ファイネストシティは BC フィリー&メアスプリント勝ち馬です。またキングマンボ系と相性のいいミスプロクロスを多重に持ち、クラシックで期待の一頭です。3頭目はダノンロッキー、父絆、母ティファニーズオーナー、母父ストリートクライ、三保萩原厩舎所属、生産はノーザンファームです。ハンケリのグレイテストオーナーが米重賞を連勝、ダノンキングリーと同じ萩原厩舎所属でセレクトセール8500万円の高額馬です。4頭目はダノンマカルー、父ドゥラメンテ、母デックドアウト、母父ストリートボス、立東田中厩舎所属、生産はレイクビラファームです。母デックドアウトはアメリカンオークス勝ち馬、ドゥラメンテ×ミスプロクロスの黄金配合を持つ期待馬です。5頭目はダノンモンブラン、父ロードカナロア、母ヤンキーローズ、母父オールアメリカン、立東中内田厩舎所属、生産はノーザンファームです。二冠ヒンバリバティハイランドの判定で厩舎配合もリバティアイランドと同じ両欠馬です。6頭目はダノンキラウェア、父ロードカナロア、母レキシール、母父スライゴベイ、立東中内田厩舎所属、生産は KI ファームです。 NHK マイル勝ち馬ダノンスコーピオンの前提で世代戦に強い中内田厩舎所属、KI ファームの期待馬です。7頭目はダノンモンテローザ、父ロードカナロア、母パーフェクトトリビュート、母父ドバウィ、立東ともみち厩舎所属、生産は KI ファームです。 KO 杯2着のロードマックスの判定でキングマンボ系と相性のいいミスプロクロスを持つ KI ファームの期待馬です。8頭目はダノンアルム、父ミッキーアイル、母ショーリュームーン、母父キングカメハメハ、立東佐々木厩舎所属、生産はノーザンファームです。母ショーリュームーンは重賞3勝馬で3区前頭が2勝以上と超高打率です。またサンデークロスを持ち、クラシックマイル両路線で早期から活躍が見込めます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。また本日6月2日の21時から当チャンネルにて POG ドラフト会議生配信を行います。ぜひお越しください。